ラブライバーですよ。大田さんのあの、ライブライブ好きでしょえ大<る>田さん、ラブライブが好きなんでしょいやー。あ、好きじゃないのかな僕はあの、あの花です、ね、まあ、あの花はね。でも、あの花は入ってないんでそういえば、ね、だそこはおかしいよね。まあ、でも、ラブライブのが確かに。まあ、ラブライバーでね。あんうん。なんですよ。ドラゲナイ。大田さんの好きなセ格は。ドラゲナイってのは、<laughs> <laughs> ちょっと古いんじゃないですかうん、まあまあね。でも、その、確かに、一般的に、 本当に俺が流行らすまあまあ、太田さんがじゃないけど、いわゆる太田さんみたいな、今までね、そんなに知らなかったけれども、紅白とか何だかそういうので、こう、バーっと知って、あポンポコないわ。はい、ポンポコないポンポコないってな、今初めて聞いたよ。<laughs> もうなんなんだよ。1ゲームの中に出てきそうだし、ポンポコないポンポコ女子とかさ、安心してください。ポンポコ、<laughs> うるさいな。正直ですよ、とかさ、さもう全然ですよ。ポンポコロ、もう俺今、ポンポコロスだな。 ポンポコロスってなる。ポンポコロス,ポポコロス今はポンポコロス。入っていから、ポンポコロス。だ今俺、今分かってるよ、ポンポコロスな分かっる入ってねからじゃねえだろ、つか<え> <laughs> 入ってないからじゃねえよ。入ってないからポンポコロスなわけでしょいや、そういうふうにいで言ったんじゃねえだろ。だだごまかすんじゃねえよえ <laughs> <laughs> すぐわかんだからな。 ごまかしてんんじゃちょびただなお前ちょびたも入ってないえーエンブレム入ってんだねエンブレムは入るしね白紙撤回ね北陸新幹線とか入れてどうすんだよなでもあれ今年のスーパームーンだってスーパームーンね月だぜ れって現象じゃねえか、ただの。自然現象いや、だけどほら、流行ったり、みんながスーパームーンってね。<laughs> 確かに、最近では言い出したの、なんとなく。ねあの、みんながよ、一部の人は言ってた。何やってんだよ、ヤクるミツルはよ。いや、俺びっくりしたのは、テロに屈しないって話。これはなんだよ、911のとこ。こんなずいぶん前から言ってて、な今年イスラム国のやつで。 これはなんかもっと前だよなテロに屈しないと政治が多いねほんとにうん粛、うん、々とねマイナンバーとかそうだねねえ政治多いね政治五輪まあシールズもそうだよねマシャロスマシャロスはなんだかなあれ、ね、マシャロスは入ってもおかしくないでしょそりゃだからカブリコンがジュニアがダメだったなそれそう言ったらね かぶりコんがんだもそうだ、そうだよ。ね。まあ、火花はな。ただ、火花はまあ、売れたけどな。ーーイルリュートルだからな。じゃないからね。<laughs> そうだよね。あ、結果にコミットする。まあ、これはまあまあわかんない。ライザップなんだけね。ねうん。へえ。ー。<あ>んーこれどうしようかな。来年から。もう、ね。プロ彼女だって。ね。ノーマチ。ノーマチミネコ。ね。 コアね。これは確かに、今年聞いたね、プロ彼女、ね。プロポンポコ。だからさ、まずポンポコが流行ってないから、ポ<ン>そんなに。彼女。ポン彼女なんだよ、ポン彼女。ポンポコ彼女。ええー。ポンポコ彼女いや、だもうさ、僕さ、もうポンポコ <laughs> もうポンポコは焦った方がいいよ、ほんとに。え、もう忘る なきゃいけないのいやいけないっていうかその来年に向けて行くなら <laughs> いやお前なんだよその指導者の立場になるの <laughs> 何なんだよお前そのすぐ指導者の立場になるさ感じ <laughs> いやだ俺はほら一般のなんか代表としてみたいな感じですよ一般の人として例えばほらあそれはちょっと言いづらいからあんま流行んないんじゃないたいないやだってドラゲないなんて、うん、こ,うことがあるわけだから まあね、それはねそれはまあありますよ浸透するまでにまだなてつうのかなそういう時間が国民の理解が深まるまでにまだまあそういうことありますよルーティンになるまでにルーティン入ってるけどルーティンって俺ムカつくんだよな昔からルーティンってルーティンうん五郎丸じゃしょうがないけどそれは本当にルーティンなんだろうな ルーチンなんねなななんんていうやつ嫌か朝スタバでコーヒー飲んで会社行ってこれをやってみたいなねおいらルーチンだからよまだそんな聞いたことないそんな聞いたことないよねハロウィンとかさああいうのないんだねまあねもうもうはやもう定着しすぎちゃってットフリックスみたいなああいうさああなんか俺そういうのが入るのかなと思ってたんでねあの何つうの SNS とかネットとかねのインスタグラムインスタグラムつは例えば去年とか入ってもないのかねあんまないねそっかインスタとかありそうだよねおかかなと確かにネット関係があんまりかもしれないねうんこうやって見るとねああそうだねへえはおわはら。終活って終われハラスメントって何これああ活のあれか時期がね うん、ああ,<生>あ,あ最初に内定を出した会社が学生に向けて学生に向けてもう就活は終わってくれとそうそうもう内定出したんだからうん終われそう終われハラスメント終わハラスメントおはらわらチャレンジチャレンジって何東芝問題 <laughs> チャレンジ <laughs> チャレンジって今さらお前チャレンジだよお前これ。 いくらあんねん、ほんとこれは。これはれ、ちょっとあれだな。<laughs> ちょっとオバマ的な感じしますよ。チェンジみたいなね。なんかね。うん,うん。まあ、オバマのは本当にあれだけど、ね、チャレンジはさ、ね、何 <laughs> チャレンジは <laughs> そんなに話題になってないね。いね当初は問題はあま,あまあね、そっちは確かにね。うーん。なんであれ、薬味つるはさ、そういうのさ、ゆずきかせないの 知り合いだよね、俺俺だよ、ああ、大津さんね、だから逆に、もうどんどん離れていくと思うよ、役さん、こういうこと言うとなんで あ、その嫌いだと思うか,なんかこう言われたから選びましたみたいのに思われたらやってううい,ういあじゃあもうそれ不正だそれは不正だだそれはだってもう全然それはもうバランスないバランス感覚はい,いやいや知らないよどう言ってか知らないけどポンポ,ポンポク不正って何なんだよそれはもうポンポク不正何でも,もいっんでもポンポクつけやがってええ、約3修造、ねまあ、とかさいいじゃねえかもう。 あ,あでもほらはやったからねカレンダーがだから流行ったのはもうなしにしようよいやいやいやそういうものだ <laughs> 太田さんそういうものもうこれだ全部しのいや取りたい人の熱意とか流行語じゃないそんなこと言ったら,取り,たら取りたい人の流行語にしようよこれはそうしていかなきゃダメだよ流行したかどうかでしょユ UCANUCAN <You> は u c a はそういうことしなきゃダメだよいやいやいやそういうこと流行ったものを言うだけなんですこれは言ってみよう u c a 勇敢男これどうだどうだじゃねえかなりすり寄ってるけどすり寄ってるよねインバウンドって何インバウンドってほら中国の海外から日本に来る観光客そうそうそでそうそうそうことそうそと。そう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 そ なんとか入ってないんです、逆に。かんこれ。かこれは。かんコレクションね。うん。あごくいなんてもうぶん古いよな。あごくいはそうだよね。壁ドは。のなんていうの、あごくいは流行らなかったよね。うん。その壁ドンの。壁ドンのも、なんか、だったらあげ、あごくいだとだからあごくい別に、ない立て。そう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 、あごくいはね、いらなくても。これ別に誰もさ、傷つかない。傷つかないよね、これなくても。うん。うん。 ちょっとここにポンポコ食いをさ、入れとけ。<laughs> ちょっとて、それはダメでしょ。俺も初耳だし、お前も初めてよ。ポンポ,ポコ。ねえ、カポンポコって何なんだよ、もう。カリポンポコとかさ。カリュロポンポコチャレンジだったんだよ、だって俺のは。だ俺のはじゃねえよ。<laughs> 俺のはって何だよ。<laughs> <laughs> はあ。上級国民。フレネミーって何知らない。フレネミー。フレンドエネミーの造語。 友達あ,あ、<う>フレンドは友達、エネミーは敵だから、えー、友達ぶっている敵。かけでは悪口言ってる。フレネミー。なーんかちょっとなぁ。あんまりだなこれはあんまりだなぁ。うん。フレネミーは、だって使ってるやつ聞いたことないもん。フレネミー。聞いたことないね。まあ、若い世代なんだろうけど、ね。いや、そう思わしといて俺若いやつも大して言ってねえような気がするけどね。フレネミー。なんかど 自民党、感情悪いよねって、あの、石破さんが石破さんの。石破さんも狙ってきた狙って、狙ってはないですよはぁ見苦しいよね。何がですか安倍さんとか石破さん。いや、だから狙ってねえよ。別に。取りたくてしょうがない。取りたくてしょうがなくないから。あの、もしこれ、たとえ受賞しても別に安倍さん表彰式も来ないと思うし、さすがに総理大臣ね。 自民党の誰かと。でも、確かに、この記事は、本当で。えー、あの、もう。メディアに、もうアピールしてたつう、えー、本当に、あの、ここんとこ、もう、はい、もう。ケツに火がついた感じで。えー、ね、いっぱい出るたんびに言、ね。言ってましたよね。あの、この間、日曜日ね。我々、マ放送で、フジテレビの。うん あの日本の大問題っていうねやりましたけどその時も僕でもね散々言ってましたからね何の脈絡もなくてそうですね本当にね俺とか見苦しい本当にね見苦しいお酒取れないってどういうことで取れないどころかノミネートもされないノミネートもされないでいやまあここに入ったらまあ確か大したもんですよね 五0もあんだからさ、1個ぐらい、別に多めに見てくれたっていいじゃないよ。うん、毎年、そのセリフですもんね、言ってる何なんだろう、このユーズの期間、<の>ウィンウィンだろ、だっい<や> <laughs> 別にウィンウィンじゃないと思うよ、う太田さんはウィンだけど、ああユーキャンとしては別にウィンではない、ゆうキャンだってさ、特にウィンだって、別に対象くれとは言ってないんだよ、ユーキャンに。うん ノミネートに入れといてくれりゃ、俺が、その、旅行語大賞のネタとか、これからどんどんやるわけで、勇気は万歳とか言うわけで。それこそお前はただ、強いだけだね。だから、それはさ、やっぱり。なんだ、裏工作みたいなもんだ。裏工作じゃないよ、それは。 まあ表で言ってるからっていうのあるかもしれない。うん、おかしいでしょでもそんなの。そこで選ぶのがおかしいし。いやでもそれぐらいのさ、したたかさあっていいよ、ゆうキゃンも。は <laughs> なんで、その、<laughs> 大人なんだから大人だよ、大人大人の事情で取らせばいや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 、大人の事情。おか <laughs> しいだろ大人の事情ってあるんだから。いやいや、だから大人の事情はないから、別にそこには。別に。それで変テコリなのが出てんじゃん。まあだからちょっと首ひねるのは毎年ありますよ。うん、だからそう言われるぐらいだったら、 それは俺かばうから。他の全部。<laughs> ね <laughs> そういう世間からの声があった場合、俺全部かばうから。いやいや,いやいやいや、来年からは。いや、からかばうからもおかしいでしょ、そんなの。それも変でしょ。もう、それは本当に公平な立場というか、ねちゃんと冷静に判断して、これは流行ったねとか、これはどうなんだろうっていうのを言った方がいいですって、そんなの。 全然流行ってない。なフレネミ。うん、フレネミねえこれは確か流行ってねーって言ってる太田さんは誰も見たくないから。見たいよ。<laughs> 見たく、見たくなくても、見たくないことをやってやるっつってるだ。なそれなんだそれフレネミ。おにぎらず。おにぎらず流行りまして。これ食べたことないけどね。どうなんだろうね。うん、シールズね。シールズはね、この間もシールズのね、 そそう感じのいい子だったな。来ましたけどね。ねどうしよう、どうする、みんな。まあ、ね本当にこの番組聞いてるね、皆さんもいろんなところでね、努力してみね、お父さんのために。みんなにまた、じゃあちょっと、これからどうするか、ちょっと聞きたいね。やっぱみんなで取りたいじゃないまあ、それはね。俺たちさ、チームだからさ、な いや、なっ、つって。まあ、確かにね。この、本当にリスナーの人たちは広めるために、いろいろやってくれたりね。そうだよ。申し訳ないよ、ほそうほら、クッキーにさ。クッキーとかさあんまって書いてくれたよ。あんなの無駄だったよったね、いろんなところでいろいろ人がやってくれたそうだよわけじゃないですか。流行らそうとして。あんなのさ。ね。でも、それがちょっとね俺はだから、これもうノミネートたら全員を呼んで。うん あの、打ち上げするつもりだったからね。と <laughs> かよ。パーティーをする <laughs> パーティーやるパーティーピーポーとか入ってない,ないなパーティーピーポー、パーティーピーポー。入ってないですね。うん。いやー、まあ今年もちょっと残念でございましたけども。これ対象なんだろうねどうかなあったかいんだ、あったかいんじゃない入ってます。まあ、お笑いで言ったら時期的にはやっぱり安村なんだよな。安心する。安村に取らせてやりたいね。 ちょっとね、あったかいなら。もうだって、又吉はもう、芥川賞取ったから。そうそうそう、マタヤシはね、もいいだろ。う、芥川賞取ったから、流行語大賞は、な<あ>、うん、いいと思うよ。もう、五郎丸ポーズか。五郎丸が、だから、五郎丸が、ここで出てこなかったら、俺の入ってたかもしれないね。 ゴ郎丸マルと多分分か <laughs> その1じゃないと思う。<laughs> 51番目じゃない。51番目だろ。いや、わかんないけど、そうなのかな。うん。えー、その辺かな。ドローン。まあ、ドローンもね、ね入る。うん。ドローン、あと、モラハラもまあ、なんだかんだね。ポコーンは。ポコーンって何ですかポコーンって何やるの <laughs> 何にするものポコーンって。 宙に浮いてポコーンって何ですかポコーンって言うの言うの,言う,の言うものは何それ人人,人です浮くんだよ宙に浮いて。ジャンプです。ジャンプンジャンプしてポコーンって言うの。<laughs> 一人も今まで見たことないよね。そうだよ、そら、ね、これやってないもん。<laughs> これから来年うん、うん シェーみたいな感じで流行るかもしれない、ね、ポコン、ポコンとね。ちょっとだからみんなに今後のどうしたらいいか、これ、ね、ちょっと聞きたいね。うん、<の>どうしたらいいかっていうのは、太田さんが。新たなの,のば来年に向けて、うんうん、来年に向けて、もう新たなの作るのか、あるいはポンポコ正直ですを、もうちょっと、うんうん、なんつうの浸透するまでやってみるのか、かかどっちを、僕はみんなの意見で動く。うん 俺の意見はもういかすげえ丸投げしたよリスナーに丸投げだよこいつ散々やっといてそいたコーナー作ってやっといて丸投げですかでもとりあえずねポンポコ庄司はいろいろ今年俺は手応えはある程度はあったじゃん何かいろんな人がねミッキーのり平さんでしたっけインスタグラムで なんですミキノリエさんは、インスタグラムとか全く知らずに亡くなってますよ。そうです。もう、ど、どの昔に、ネットも知らない。携帯も知らない。ミキノリエさん。ああ、そうはい。固定電話しか知らないから。誰でしたっけマキヨーコさん。マキヨーコさん。マキヨーコさん。キリエがね、やったらもう、マキヨーコさんが、あの、ね、結構やってくれたりとか、はい、はい。 マキさん、その後離婚しちゃった。関係ないだろ、なんかよ。そういう気分じゃなくなっちゃった。それが痛かったね。そいたかったよね。いや、まあそこでポンポコ離婚とか言ってくれたらね。うん、そうだけど、やっぱそういう気分じゃなかったんだと思うんだよね、マキさんも。そうでしょ。大変だから俺らのこのジャンクなことじゃなくね、考えてない。でしょそんな呑気な気分じゃない。その辺もあったし。でも、あの辺から派生して、結構ね、 広がりとかありそうな感じもあったじゃないですかでましてやクッキーとか作ってくれたり漫画さんの漫画の人が描いてくれたりんかエッセイとかにもねいろいろ描いてくれた人もいたしだから今までの俺の「かっぱ巻きください」とかさああいうのから考えると。 かなり今年は、あの、僕は、歴代、だから大谷流高校の中では歴代1位ですね。プーライとか。プーライとか全然だめでしたし、なんだかんだジョリーもだめでしたし、そうです。そういう意味じゃ、プレイとかね。プレイとかさ、ため息ばっかりあれは伊達さんだからね。 そうういのとかもね、ああ、からじゃ今年ね、いい友がやってなかったのが、まず大きな一つ、私にとって、ままああマイナスでしたね、いい友なんですよ。でも、いい友でさんざんいろいろやったけども、ほら、かっぱ巻きも含めて、タモリさんまで、タモリさんとやったのは、あの、どういうことっていうのは、結構いいせいいったんですから、だから、いい友だったんだねそれも、だちょっと その辺がでも、それでも手応えを皆さんのおかげで、十分僕はこれ満足です、こ、うん、今しは。ではい、ましてこういう記事にもね、なって、ぽポぽこい少女残念でしたみたいなことを、今までは誰もくそれすらなかったからね。そう,そうです、それ、ね。それがだから、大きな一つの、<laughs> はい、もうノミネートまでの大きな近づいた一歩ですよ。なるほどじゃあ、これ、リスナーの皆さん。 えー、今後僕らどうやって、はい、これからどうしたらいいっていう過ごしていけば <laughs> こういい過ごすとは普通に、うん、過ごしゃいいじゃんと、まあ、とりあえずは仕事、うん、新しいのもこれ見切りをつけて、うん、新しいのを考えるべきか、うん、1>, 1年間やってここまでちょ,ちょっと来てんのをもうちょっとやってみるか、うん、やってみるかねああそういうことねはいということで大田流高校これからどうしたらいいというコーナーを一応ね、うん いつ、ま、前週やるかとかわかんないですよ。うん、とりあえず、来週、行ったらね、ちょっとみんなの意見意、意見全部任せます。はい、<laughs> 全部ってなんだうよ <laughs> おめぇも考えるよ、少しはよ <laughs> おはぎなどは郵便番号 107-8066TBS ラジオ海洋ジャンク爆笑問題カーボイメールアドレスは爆笑 atmarktb.co.jp s 大田流行語これからどうしたらいいということでね。二ロ丸マルっつうかなだからなんだよ <laughs> <laughs> 押すオラ二マルもうなんだよいろんなものが入ってる感じそのまず悟空みたいな感じなんだけど、うん、オスオラジローマルって誰だ、うん、ええー、皆さんの意見ね聞かせてください